レギュラー番組、カエルバトルクラブ、クロちゃん VS マスカッツ、神崎さえ、因縁のドッキリ対決、カエルバトルクラブ、アビマスペシャルの最新回が、12月13日、木曜日夜11時より生放送される。さらに、次週20日木曜日は、第4子が生まれたばかりの杉浦太陽の生出演が、決定した。13日の放送回では、超絶モテ期と公言する、安田大、サーカスクロちゃん、恵比寿マスカッツに所属する、神崎紗英との因縁の対決が生放送で繰り広げられる。きっかけは4ヶ月前、アベマ TV のレギュラー番組、恵比寿マスカッツ真夜中のワイドショーマスカッツに手を出すな。クロちゃん撲滅キャンペーン SP で一方的に神崎を気に入り本気で口説いていたクロちゃんに対し番組側がお仕置きドッキリを仕掛けて制裁。神崎のことを本当に好きになっていたクロちゃんはこの事態を受け止められず意気消沈していた。今回その因縁の対決がカエルバトルクラブで販売バトルとして実現した。制裁を振り返り、クロちゃんは、ドッキリ企画と知ってあの時はショックでした。神崎は、過去の女、週4回くらいデートしましたけど、ドッキリなんだったらキスしとけばよかったと悪びれもせず、語る。また、スタッフから、勝負に勝ったら、神崎さんに、何をしてもらいたいですか?と聞かれると、ケッチョンケッチョンボッコボコにしてやるから、絶対負けない。そして、胸を触ってやるから。どんな触り方をするかは乞う、ご期待と意気込み、を寄せた。一方、神崎は、クロちゃんという存在は受け付けないです。なんなら私の方が傷ついているし、被害者です。絶対に勝ちます。クロちゃん、お前みたいな嘘つき男に負けてたまるかよ、とコメントするなど、両者一歩も譲らない姿勢だ。他、翌週20日は、杉浦太陽 VS、石黒英雄特撮ヒーロー対決と題し、2016年に放送された、ウルトラマンオーブ、テレビ東京系で、共演経験があり、先輩後輩としてプライベートでも仲がいい俳優、石黒英雄の、カエルバトルクラブ対決が行われる。